イランの大統領選挙の決選投票で、欧米との対話に前向きな改革派のペゼシキアン氏が勝利しました。イラン国営通信は6日、大統領選挙の決選投票で、改革派のペゼシキアン氏が1638万票余りを獲得し、勝利したと伝えました。ペゼシキアン氏は元保健相で、改革派は欧米との対話に前向きです。一方、敗れたのは反米の保守強硬派のジャリリ氏で、およそ1354万票を得ましたが、300万票近い差をつけられました。今回の選挙の最終投票率は 49.8% でした。